高松大輝のミスターチャンネル。いただきます。おはようございます。今日はどこに？今日はですね、大分プリンターのスポンサーネットワンさんのフットサル大会にゲスト参加します。僕らもね、フットスクリーン12年目でしょ。そうなんですよ、ありがたいですよね。12年間プリンターをサポートしてくれてるんでね。何かお願いしますか？いや、それはもうね、フットプロとしてプレーは見せれないんでね、ちょっと盛り上げていけるような華麗なプレーを見せればいいかな。お願いします。よろしくお願いします。いってらっしゃい。行ってきます。財政的に相当苦しいっていうのが、そこをなんとか確保するためには、本当にちゃんと我々が営業してお金を作っていくということが必要なんですよね。そして地方であるからこそ、地方だからしかできないことがいっぱいあると思うんで、それをやることによって伸びる余地はまだまだあるんじゃないかなと。地方から元気をね、ポジティブに考えたい。いいですね。でも財政は厳しいと。間違いないですね。間違いないですよね。その中でも本当に社長頑張ってると思います。僕は正直、いろんな方が助けてくれるし、まあ、社員も頑張ってるし、だけどやっぱりもっともっと地域に密着して、トリニータが大分にあるということの意味を我々自身が問うていかなきゃいけないのかなと思ってるんですね。僕もよく言うんですけど、もう少し地域貢献、ドキ地域貢献をね、選手がもう前に出て、はい、もっともっと地域貢献してほしいなっていうのは感じてるんで、もっともっと我々が言えば、選手は多分ウェルカムでやってくれると思うんで、ですね、結構意識の高い方もいらっしゃるし、ぜひそれは周知、みんなよろしくお願いします。はい、失礼します。やっぱり集客アップですよね。集客、去年がドームで1万6000人だったんで、今年は1000人アップを目指したいですね。1000人でいいですか？いや、1000人で、という恐ろしい、厳しい意見が来たら、1000人でいいですか？はい、大丈夫です。いや、1000人以上、平均で1000人ですからね。僕の周りは結構言われるんですよ。引退試合と OB 戦の試合をしてくれと。それが来たか。いや、ちょっとそれはね、やっぱり大きいんですよね。なんか昔の元トリニータの選手を呼んで全打試合で試合をしてほしいっていう声がやっぱりたくさんあるんで、まあその辺はやっぱり議論してもらって、チーム内でぜひ実現できるようにやってほしいなって思って、よろしくお願いします。ちょっと頑張ります。その時呼んでくださいよ、しっかり。OB 呼んで俺が入ってなかったらもう寂しいんだけど。いや、まあその時は高松選手がたくさん呼んで。社長、面白いこと言うようになったよ。なんすか、やめてよ。まあ、じゃ あ、まあ、その時は、裏方でね。まあ、多くの主力が残ってくれたし、それから新しい選手も来て、本当にいいチームができると思うんで、これからまあ開幕に向けてなんですけど、目指すは勝ち点55ということでですね、これができれば、本当に2年目としては、本当に素晴らしいことだと思います。まずは勝ち点40まで、とにかくがむしゃらに1試合1試合大切にやって、それから積み上げていきたいなと思います。結果を求めていきます。チームもクラブもありがとうございます。可能性あると思うし、チーム本当に6位以内にも入れるぐらいのレベルはあると思うんで、本当にチームが一丸となってね、まあ現場だけじゃなくて会社も一緒に一丸となって、クラブ一丸となってということで、はい、戦ってほしいと思います。はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。西山
GM に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。もう一度にしてくださる。あ、そうです、そうです。いや、ゆくえさんとは現役中から本当にお世話になってる方なんで、なんかこうやってインタビューするのがなんか変な感じしますね。ちょっと照れ臭いよね。いや、本当に練習とかも一緒にね、車で行ってましたからね。なんか懐かしいですね、こうやってインタビューするの初めてじゃないですか。クラークと共にしたいわね、本当ね。大変な時から頑張ってたんですよ。2人は仲いいんですか。だって同じマンションに住んでたこと。そうなんだ。今は GM っていう立場になりましたけど、どうですか、大変ですか、やっぱり GM の。まあ、GM という立場っていうのは、トップチームの強化もそうだし、アカデミーの方も強化していかなきゃいけない。で、ひいて言えば、会社全体のところも見ていかなきゃいけない。次は契約の方も、そこまで積極的に関われているというわけでもないから、これからかな、そこはね。なんか、てっぺん下からそういう声が聞こえたってのは、すげえ、もう、GM じゃん、みたいな。GM じゃん。それは考えてるんですね。まあね、思いはね、あるんだけどね、なかなか実態はってどうかな。やっぱり限られた予算の中でトリニータにあった選手を連れてこないといけないじゃないですか。補強するにあたってどういうところが一番重要視してるかなっていうのを思って、例えば去年であればオナイワドとかコスコとか小林聖吾とかっていうように J2 なんだけどもしっかり経験積んでた選手、力の選手っていうのを取ってくるようにしてて、例えば J1 でも出てる選手ってなかなか取れないでしょ。なので J2 で、まあ、これですよね。お金の問題もあるし、あとはもしかしたらクラブの魅力かもしれない。J2 なんだけどしっかり力ある選手を取ってくるっていうのは今うちがやってるスタイルかな。今年もまあ去年なんかね、J フロンターレで活躍してたし。あと野村もそうだし、渡もそうだし、いろんな選手をね、うまく予算が限られた中で補強してるんで、どうやって口説き落としてるのかな。ただ、今年の編成に関しては、去年までやってきたうちのサッカーだったり、片野坂監督 の、 その評価というか、評判というのが、非常に追い風で、すごいスムーズだった。あ、本当ですか。まあ、そこにやっぱり片さんも監督もちょっとは、ね、協力してくれたりとか、やっぱりまあやってるサッカーだよね。この監督のことでやりたいっていうふうに思ってくれる選手たちが来てくれたっていうイメージかな。でしょうね。やっぱり片さんのサッカーってやっぱり魅力的だし見てて面白いんで、やっぱり選手も片さんのところで学びたいとかサッカーしてみたいっていう方が多分来てくれてると思うんでね。まあお金の話したくないけど本当によくやってると思うんですよ。限られた予算の中で、やっぱり評価に当てるお金っていうのはね、一番 J1 でもやっぱり低いことだと思ってね。その中でやっぱり、ね、今年は6位っていうところを目指してると思うんで、その辺もね、やっぱり苦労はたくさんあると思うんですけど、まあね、上を見たらキリがないというか、例えば1億円、1億5000万する外国人取ってくれば、もしかしたら手取り早いかもしれない。でもうちは今までやってきたスタイルは、グループ力で勝ってきたチームだと思うから、そのコーで素晴らしいのがいたとしても、それが怪我しちゃったらチームが崩れてしまうとかっていうよりかは、グループ力でやっていきたいかなと。地方クラブはやっぱりそこですよね。今シーズンの方、編成に関しては、はい、去年以上のものを、作れたかなというふうに手応えは、言ってる手応えを感じているんで、まずは残留というところを果たし、そしてうまくいけばそれ以上のもの、6位以内だったり、もしかしたらもっとうまくいけば ACL 圏内とかというところまで、本当にうまくはまれば目指せるんじゃないかなというふうに思っているので、やるからにはより上を目指してやっていきたいと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。なんか新鮮でよかった。また出てくださいよ。機会があれば。いいお報告できるように。はい、お呼びください。次はよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。コンプリートいいの？いいの？お願いします。一発で。いやー難しい。難しい。戻ってくるほど難しいから。逆にですね。うん。もう一回やるよっていうやつをやるっていう。っていうやつはダメだし。もういらない。取れたか取れた。お願いします。50狙うからね。はい、お願いします。誰？ありがとう。入ったよ、ほら。入った。こういうとこだよ。
らない、一発で入る。私見るの分からない。トリニートの皆さん、今年も頑張ってください。レプリカユニフォーム買いました。5番鈴木選手、キャプテン頑張ってください。応援隊長です。高松大輝応援隊長です。ネットワンで、高松さんしっかりと役割を果たしてくれました。トリニータも今年頑張ります。チャンネル登録、チャンネル登録よろしくお願いします。